それでは助動詞レルラルの自動意味判別と題しまして、自然言語処理研究室の福島雅也が発表します。まず背景です。日本語の助動詞レルラルには語義曖昧性があります。例として以下の2つの文があります。まず上のあの人が来られるでは、ラレルが尊敬の意味で使用されており、あの人が来るという文に対して、尊敬の意味を付与しているような文となっています。下のあの人が来られるでは、ラレルが可能の意味で使用されており、あの人は来ることができるという意味を表しています。しかしこの2つの文をそれぞれ機械翻訳で英語に訳しますと、あの人が来られるもあの人は来られるも全て The person can come となってしまいます。この結果より、レルラレルの意味が適切に考慮されていないということがわかります。この問題を解決する手法として、還元による、語彙曖昧性の解消の手法があります。この手法を用いることによって、例えば、あの人が来られるであればあの人が来る、もしくはあの人がいらっしゃるというふうに、還元をすることによって That person can comes というような、適切な英文にすることができまして、下の文に対しても同様に、あの人が来られるに対して、あの人は来ることができると還元してあげることによって、That person can come というような、正しい文にすることができます。この手法を用いて、語彙曖昧性を解消を行うには、レルラレルの意味をあらかじめ判別しておく必要があります。そこで本研究ではレルラレルの自動意味判別を行うということを目的としました。具体的には辞書を用いた手法と CRF を用いた手法をで正解率を比較することによって、各手法にで判別に必要な情報を発見することを目的としています。判別手法です。本研究では2つの判別手法で判別を行いました。その一つは辞書を用いた手法で、もう一つは CRF を用いた手法となっています。また本研究ではレルラレルの意味を受け身、可能、尊敬の3分類に分類を行いました。この理由としましては、還元可能な意味が、可能と尊敬のみであり、受け身と自発については還元ができないためです。そのため、今回では、自発と受け身を統合して受け身とし、受け身、可能、尊敬の3分類で分類を行いました。まず辞書を用いた手法について説明します。この手法では4つの辞書を用いてレルラレルについて以下の要素で判別を行っています。まず可能表現辞書と尊敬表現辞書では、直前の動詞のみを参照して、判別を行います。また、準可能準尊敬表現辞書では、直前の動詞に加えまして、直前の格助詞、係助詞も、判別条件として使用しています。これらの辞書に当てはまるものがあった場合は、その辞書の名前に即した意味を付与しています。4つの辞書の どの辞書にもない場合というのがあります。その場合は受け身として判別します。次に CRF を用いた手法について説明します。この手法では機械学習の手法の一つである CRF でレルラレルを判別します。 CRF では組成という情報を使って判別を行っています。本研究ではその組成に関して以下の4通りの組み合わせで実験を行っています。組成の中に尊敬表現と辞書というものがあります。尊敬表現については、先生やお客様など尊敬の対象となりそうな、語が文中に存在するか存在しないかを情報として与えてあります。辞書については、4つの辞書、先ほど紹介した4つの辞書を、用いて、情報を入れています。ベースラインです。ベースラインでは、以下の2つの手法を採用しました。まずランダムです。ランダムについては、レルラレルをランダムで意味判別するということを行っています。次に、受け身のみでは、レルラレル全てを受け身と判別しています。実験条件です。まず本研究の評価データとしてレルラレルに意味を付与したデータセット4000文を使用しております。この4000文のうち、評価する単語であるレルラレルは4498個存在します。評価手法です。評価手法ではそれぞれの手法で、実験し正解率を比較しています。辞書とベースラインについては、全ての評価データに対して判別を行っています。 CRF については評価データを5分割して交差検定を行っています。
実験結果です。まず、ベースラインと今回使用した2つの手法について、比較すると、全体の正解率におきまして、ベースラインの正解率より、自助や CRF など今回使用した2つの手法が、正解率が高いことが分かります。また、自助と CRF 括弧周辺文脈の、正解率を比較すると、自助では受け身と尊敬、CRF では可能の正解率が、それぞれ高いことが分かります。また、CRF の、蘇生による違いにおいては、今回使用した蘇生を全て使用することによって一番高い性能になることが分かります。考察です。考察では、辞書では受け身と尊敬の正解率が高く、 CRF では、可能正解率が高いということについて考察を行いました。まず受け身です。受け身については辞書の構築が影響として考えられます。辞書の構築において、見られるのような意味が複数考えられる単語であり、動詞や直前の格助詞、係助詞で、判別できない単語については、辞書に収録していません。そのため全体として受け身と判別しやすい傾向があります。そのため受け身の正解率が高くなったと考えられます。尊敬です。尊敬では、CRF の学習のデータ量が少ないということが、CRF の尊敬の正解率の低さに影響しています。また、辞書では、出現頻度が少ない動詞に対しても、収録を行っています。そのため、さまざまな動詞に対して尊敬と判別しやすいような、ものとなっています。そのため、辞書の方で尊敬の正解率は高くなったと考えます。次に可能です。可能は、られるより後ろに出現する単語が影響していると考えます。辞書では、判別に際してれるられる前の単語しか使用していません。しかし CRF では、れるられるの直前直後の単語をそれぞれ使用して判別を行っています。そのため、れるられる後ろに出現する単語が、正解率に貢献したのではないかと考えます。結論です。本研究ではレルラレルの自動意味判別を目的として、辞書を用いた手法と CRF を用いた手法で実験を行って、正解率を比較しました。その結果、2つの手法でそれぞれ判別性能に違いが見られました。このことからレルラレルの意味ごとに判別に必要な情報が異なることが分かりました。以上で発表を終わります。